ベンジャミン・アレクサンドロ・アゴストは、アメリカ合衆国入りのイ州シ,シカゴ出身の男性フィギュアスケートアイスダンス選手。2006年トリノオリンピックアイスダンス銀メダリスト。パートナーは、タニス・ベルビン。スケートを始めたのは6歳の時。1999年より、現在のパートナーであるタニス・ベルビンと組み、アイスダンスの選手として本格的にスタート。その後、 2000年世界ジュニアフィギュアスケート選手権にて銅メダルを獲得、2002年の銅選手権では金メダル、同年の全米選手権では銀メダルを獲得し、トップスケーターとしての頭角を表してきた。しかし、全米選手権2位という成績を収めていながら、パートナーのベルウィンがまだアメリカ国籍を取得できていなかったため、同年のソルトレイクシティオリンピック出場は叶わなかった。 その後も主要の大会において好成績を収め通常20代後半にアイスダンスの世界でトップクラスの選手となるのに対し20代前半という以上に若い年齢でアイスダンス界のトップ選手となった2004年より大人っぽさを強調するため顎げを伸ばすようになったその後ベルビンが特例により通常より早くアメリカ国籍を取得し2006年の トリノオリンピックに出場。アメリカの国民の期待に応え、見事銀メダルを獲得した。2006から2007シーズン、中国杯で優勝、ロシア杯で2位となった。全米選手権で5連覇を果たし、4大陸選手権では2位。2007年世界選手権では2年連続の、銅メダルを獲得した。2007から2008シーズン、スケートアメリカと中国杯で優勝。 グランプリファイナルでは2位となった。全米選手権では6連覇を果たした。2008年世界選手権では、コンパルソリーダンスでベルビンの点灯があり5位、オリジナルダンスでは4位、フリーダンスでは3位と巻き返しを図ったが、総合4位に終わり、4年ぶりに世界選手権の表彰台を逃した。シーズンオフには、イゴール・シュピルバンドとの指定関係を解消し、新たにナタリア・リニチクと、 ゲンナジーカルッポの祖父をコーチに迎えた。2008から2009シーズン、スケートアメリカと中国杯で2位、グランプリファイナルでは、オリジナルダンスの後に、アゴストの怪我により棄権した。その後の全米選手権もグランプリファイナルで、自身の怪我により棄権をしたが、2009年世界選手権では、コンパルソリーダンス2位、オリジナルダンス1位、フリーダンス2位で、総合2位となり、 世界選手権で2つ目の銀メダルを獲得した。2009から2010シーズン、中国杯とスケートアメリカの両方で優勝して、グランプリファイナルの出場権を獲得したが、ベルビンの親知らずの治療のために出場を辞退。2年ぶりの出場となった、全米選手権では前年優勝者のメリル・デイビスと、チャーリー・ホワイトの3つのダンスのいずれのスコアも上回る、ことはできず、 7度目の優勝を逃した。2度目のオリンピックとなったバンクーバーオリンピックでは4位に終わった。五輪後に現役引退を表明し、現在スターズオンアイスでプロスケーターとして活動している。ありがとうございます。